ベンジャミン・ウェストは歴史画を描いた新古典主義の画家。イギリス領ペンシルベニア植民地で生まれる。宿屋の10番目の子供。ほぼ独学で絵画を学んだ。1746年から1759年まではペンシルベニアで主に肖像画を描いていた。フィラデルフィアの富裕層の援助を受けるようになり、彼らの支援で1760年にイタリアに渡り、 ローマに住んだ。イタリア世紀ルネサンスの画家、キセアーノ・ベチェッリオや、ラファエロ・サンティの傑作を模写して学び、アントン・ラファエル・メングスや、ヨハン・ヨアヒム・ビンケルマン、ゲービン・ハミルトンらの美術家と知り合った。1763年に、ロンドンに渡り、1768年に、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの設立に参加した。1792年に、 美術院の初代会長のジョシュア・レノルズがボスすると、会長職を引き継ぎ、修正、その職にあった。イギリス美術史において、古典的な歴史画家の先駆けとなる絵画を描いた。ウルフ将軍の詩は、ウエストを国際的に有名にした。国王、ジョージ3世の家族の肖像画を描くことを依頼され、1772年には、王室付の歴史画家に任じられ、 報酬を与えられるようになった。1791年には、アメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれ、チャールズ・ウィルソン・ピールや、ギルバート・スチュアートらの多くのアメリカ人画家が、ロンドンのウエストの下で学んだ。1803年に、フランス学士の芸術アカデミーの外国人会員にも選ばれた。ロンドンで没した。アメリカン、コロニアル・ポートレーツ。 1700,1776による、ありがとうございます。